小児歯科学は、歯科学の一分野であり、歯科学の内生後から二次成長期を終えるまでの成長発育の過程にある期間について、学校高校を総合的に研究、分析、治療を行う学問である。小児歯科学においては、小児の体や精神の発育過程を考慮しながら、子科や、学骨の発育と、その障害及び治療法について研究がなされている。 小児の成長発育は、顎高校領域に留まるものではなく、全身にわたるものであるので、小児科学においての研究と重なる面も多い。小児史科学は、小児科学が内科学から独立した経緯と同様、18世紀にヨーロッパにて、個人院から発展した小児病院において、高校疾患の臨床、研究が行われることで成立した。1955年頃、 日本大学歯学部共生課において保育歯科が設立されたのが小児歯科外来の開始であり、その後1956年には東京医科歯科大学に小児歯科学講座が設立された。1967年の歯科医学教授要項の改定で小児歯科学が歯学部教育における必須の学問とされ、その後全歯学部、歯科大学に 小児歯科学講座が設置されるようになった。小児歯科治療を行うとき、小児の身体的、精神発達的な考察は不可欠であり、骨年齢や歯年を指標とするなど、様々な分析や評価によって、発育の程度を示している。小児の工合発育段階について、ヘルマンはその標準的な工合状態を大きく合い、部位までの5段階に分け、 さらにそれぞれを A と C の2段階に分類し、その発育段階を示した。第3期のみ、B 段階が設定されている。入試放出前期入試、交互完成前期入試、交互完成期第1第9止、前場放出期第1第9止、前場放出完了期速報場群交換期、第2第9止放出期、第2第9止放,放出完了期第3。 第9司法室期第3第9司法室官僚期 AB 前田隆秀浅田義信尾崎正夫田中光夫福田治宮沢博夫渡辺茂小二の高校科学学立て書院東京都文京区2013年3月20日第3版第1冊1ページ ISBN 978から4から762426469香西克行 鈴木敦志、内川紀生、木本茂成、田村康夫、中島一郎、小野敏郎、有田健二、新谷昭康、福本里志、海原康隆、林文子、土屋智之、全国29歯科大学、大学史学部における小児科学教育の実態、小児科学雑誌第46巻第5号、日本小児科学会、2008年12月25日、 517から523ページ、一瞬0583から1199、0度100億2748万7088。ありがとうございます。